おお、こいつが新型ソージーか。その通り、出来たてほやほやの新型ソージーなのじゃ。たまげたろ、たまげたろ。話には聞いてたが、実際見るとかなりでけえな。外で走らせるのは初めてなのじゃが、なかなかの迫力じゃろ。名前はお掃除丸じゃ。お掃除丸、そのまますぎねえか。これからお掃除丸は伊勢崎偉人町のランドマークになるのじゃぞ。親しみやすい名前ほどベターじゃろ。まあこんだけでかけりゃ嫌でも人目につくからな。親しみやすさは大事か。では今からテストも兼ねてお掃除丸の機能を披露したいのじゃが、今時間はあるかね。では早速テスト運転を始めるぞ。お掃除丸テストモード、カモン。お待たせしました。沖田博士、テストモード開始します。しゃべったこんなの序の口じゃぞ。ちょっと見とれよ。お掃除丸、私の今日の運勢を占っておくれ。ついていない。一日です。飼い犬に手を噛まれるでしょう。ありゃまあ、カメタの餌やりの時は気をつけるとするかの。ではお掃除丸、今日の気候はどうじゃ。肌寒い一日です。羽織物があるといいですね。確かに肌寒いな。ではお掃除丸、コーヒーを入れておくれ。どうぞ、あったまりますよ。すげえ、お掃除丸、なんでもできるじゃねえか。そうじゃろ、いろんな機能を盛りに盛り込んだのじゃぞ。この他にもマッサージアームが内蔵してあって、低周波マッサージモードもあるのじゃ。すごいじゃろ、すごいじゃろ。ではこのままお掃除丸の吸い込み機能を試してみるぞい。お掃除丸、クリーンアップカモン。クリーンアップ開始します。センサー起動完了。お掃除丸吸います。おお、こんなでかいもんが吸えんのか。すげえぞお掃除丸。ありがとうございます。頑張ります。お掃除丸の手にかかれば、祭りやハロウィン、サッカーの試合の後の街でも綺麗さっぱりなのじゃぞ。皆さんのためにお掃除丸頑張ります。こいつが熱心に掃除してるとこ見たらポイ捨てもしにくくなるともな。そうじゃろう。では最後に絶賛開発中である禁断のハイパワーモードを見せてやるのじゃ。禁断の、外で走らせんのも初めてなのに、そんな嫌な予感がする機能使っていいのかよ。研究室でのテストは980回成功してるので、もったいないと思われるのじゃ。まあそれなら大丈夫か。では行くぞい。お掃除丸、ハイパワーモード、カモン。お掃除丸、ハイパワーモード開始します。音はするが動かねえじゃねえか。おかしいな。不調の時はちょっとこの辺を。
処理。おそソウジマルル。ハイパワーモード。モードドド。開一。なんだ？どうしちまったんだよ。変な音楽も流れてんぞ。大変だ。おそじマルが暴走した。ちなみにこれはマッサージモード使用時に流れるヒーリングミュージックじゃ。まあ確かに安らぐ感じの曲だな。って今はそんなことどうでもいい。なんで暴走なんかしてんだよ。980何回テストに成功してるとか言ってたじゃねえか。すまんが蹴りどころが悪かったようじゃ。あ、俺の財布。ああ、大事な金が。嘘だろ。おい、どうしてくれんだこの野郎。やめるのじゃ。乱暴反対なのじゃ。サムサキドドドドドウウ。対象物発見。今ついに行きます。おい、ソジマル、わしじゃ、すーな。おもじゃっこ、緊急停止ボタンを。今、ついに行きま、まっす。この泥棒猫、その魚返しな。ニャンゾー、ばあちゃん、それに近づくな。今、ついに行きます。今、ついに行きます。早くわしらを出しとくれ。さっき緊急停止ボタンとか言ってたな。それお掃除丸の底にある蓋を開けて暗証番号を入力し、マイナスドライバーでネジを外すと。アホか。緊急時に押すもんがなんでそんなとこにあんたよ。だがもじゃっこ、むやみにボディを殴る。あ、お掃除丸のボディは米軍も採用しとる特注カップ。コーヒーなどを出す左右の蓋部分が脆いので、そこをせめてほぐってやってほしい。さっきコーヒーを出してた左右の蓋だな。さて、やってみろ。さて、なめんなよ。せー、苦しむがいい。痛い目に合わせますよ。とっておきだ。私が相手です。絶対負けない。かかってきなさい。来てみろ。痛い目に合わせますよ。やってやろう。ぶっ飛ばしてやる。やってみろ。くしたよ。私が私の番ですね。な、舐めんな。くらえ。舐めんなよ。手品をお見せします。絶対負けない。ザコが。クリーン。やってみろ。あっちに伝わりますよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。私の番ね。見てなさい。なめんなよ。ザコがどうするかね。行くぜ。ほら来いよ。
博士、後ろの方の蓋が開いたぞ。いいぞボジャコ、チャンスなのじゃ。なあ、わかった。行きます。
掃除丸が大魔王みたいなこと言ってるぞ。ハイパーハイパワーモードじゃ。もじゃこ、気をつけろ。はいはい。ハイパワーモードのさらに上を行く隠しモードじゃ。ね、なんでお掃除ロボットに裏コード仕込むんだよ。裏目に出てしまう。やってみろ。とっておきだ。絶対負けない。ほら来いよ。ふん。やってやろう。やめんなよ。いっぱいになりました。私の番です。やめんな。かかってきなさい。してみろ。ザコ。見てなさい。ありがとうございます。さて。くらえ。ほらやるぜ。見せてやるよ。やってみろ。前に合わせますよ。行くぜ。やるか。調子が戻ったぜ。私の番ですね。ほら来いよ。どうぞ。ザコ。してみろ。災難だったぜ。大きく設計したおかげで意外と快適じゃったが、大変な目にあった。そいつはくれてやるよ。お互い大変だった。実用化への道はまだまだじゃな。しかしお掃除丸の課題が判明したぞ。帰ってまた自分が座れたってのに。手塩にかけた大切な子じゃからの。目に入れても座れても、むしろゴミの立場になって物事を考えられるいい経験になってのじゃ。天才と変態は紙一重なんだな。それと投資の謝礼じゃけども。だろうな。だから代わりと言ってはなんじゃが、もじゃこうにはお掃除丸をいつでもレンタル展開芸とかで役に立つじゃろ。他にもコンサルタント AI も搭載しておるでな。きっと役に立ってくれるぜ。では私は早速研究室に戻るのじゃ。もじゃこ、俺の方こそ。よいしょ、よいしょ。作ったロボットに座れる。あ、なんか忘れてるよ。あ、俺の財布、座れたまんまじゃねえか。待ってくれー。